はい、皆さんこんにちは。ストリートイートトラクター井川直介です。はい、今日もですね、最強の検索フォームの作り方続きまでいきたいというふうに思います。前回はちょっと私の話が長くなってしまったんですけど、皆さんが、アクセスを、この、これから操作していくにあたって、必ず必要なものになってまいりますので、どうかちょっと頭の片隅にでも覚えておいていただければなというふうに思います。では、今日はちょっとテーブルのね、作り方概要についてちょっと説明をしたいと思いますので、しばしのほどお付き合いのほどお願いいたします。はい、それでは早速いきたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあパソコンの画面いきたいと思います。では行きたいと思います。前回は、アクセスを起動して空のデータベースを選択して、まあ、作成、まあ、ここに、検索というふうに入れてくださいというふうに言いましたよね。検索、はい、でこの、状態になったというふうに思います。そうしたらもう全く何も入っていない空の、データベースができましたので、まずはこのテーブル1回上書きというふうに操作をしてください。そして MT アンダーバー周知の、検索フォームを作るので周知とします。はい、できました。で、これ必ず意味がありまして、この MT というのはマスターテーブルの略になります。でマスターテーブルとついた以上、もうこれはものすごい大事なものです。言ってしまえばもう家宝なんですね。家宝、もう、赤ちゃんが家宝かどうかは分かりないですけど、それぐらい重要なものです。まあ、昨今ね、子供を虐待する親も増えてきてはいるようなもののですね、赤ちゃんを粗末に扱う人というのは、まあ、あまりいないというふうに思います。はい、なので、この MT とついたものに関しては、これはもう絶対重要なものなので、これは、もうデータを入れるだけ、あとはここでもうなんかこうね、操作をしたいっていうことは基本僕はしないようにしています。じゃあ、まあ、皆さんに今までお渡ししたサンプルはもう全部 MT で統一してます。後々ね、分かりにくくなってしまうと困るので、そういうふうにしたんですが、業務で使っているものに関しては、もう一個作ります。上書きにします。で、この場合、どうでもいいテーブルっていうのは、小文字の T で、今ちょっと名前適当にね AAA というふうに入れましたけど、こんなようなテーブルを作ってます。こういうテーブル何に使うかっていうと、例えば更新クエリーで使うとか、そういった時に使うので、それ以外は別にこのテーブルはなくなってもいいテーブルなので、まあ粗末にしていいっていうテーブルはないんですけど、これは別にそんな重要なテーブルではないということで、私の方で目印をつけておきます。で、ただもう今これ ID しか入っていないので、中に項目を決めていきます。で、ここでこうやって追加していく方法もできるんですけど、データシートビューではなくて、失礼しました、デザインビューを開いてこのような画面を出してください。そうするとですね、まず気をつけなきゃならないのは、 Excel を大好きな人っていうのはここにナンバーと打ちたがります。ナンバーのノーというふうにね、はい、これやめてください。これもどこかの私ホームページで読んだんですけど、ノーって書いちゃうとですね、VBA のコードを作るときにアクセスが、ナンバーではなくてノートを読み取ってしまうので、ここは必ず ID にしましょう。ちなみに言いますと MT アンダーバーね、1でアンダーバー打つの面倒じゃないですか。なぜハイフンならダメなんだっていうと、これも VBA のコードを組むときにマイナスと勘違いされる可能性があるので、必ずアンダーバーにしてください。はい、じゃあ行きます。必ず、日時は絶対に入れましょう。データベースには日時絶対必須なので、日時、つまり、周知を上げた日、これは日時型にしてください。そして、周知者っていうんですかね、はい、これは名前なので短いテキスト型にします。それから、社員 ID、まあ、ここはちょっと今日は数値型にしましょう。はい、なぜ社員 ID が必要か皆さん分かりますか。ですね、うちのね、前業務で使ってるデータベースがそうだったんですけど、もう名前をですね、周知者の名前を名字だけにするとか、それとか、その周知者自体をもう主キーにしちゃうとか、こういうの絶対やめましょう。なんでかっていうと、名字を主キーにするのはとんでもない話で、
山田っていう人が会社に2人いてもおかしくないわけですよね。実際うちの会社鈴木って4人いますし、だからそういう被るようなものが絶対ダメです。じゃあ、フルネームで出勤でするのはどうかっていうと、同姓同名の場合でじゃあどうするのって、井川直輔っていうのは2人もし入ってきた場合でそれも手記の意味がなくなりますので、名前とかは絶対に手記にしちゃいけません。実際私高校の同期なんですけど、まあ本名井川直輔じゃないですけどね、同姓同名の人がいて先生が、呼ぶのを困ったっていう記憶がありますので、必ず、名前はもう名前で、どっちみちやるんだったら社員 ID を手記にしましょう。もう鉄則ですよね。はい、井川直輔がもし2人だとしても社員 ID が同じってことが絶対ありえないので、いいですかね。で、周知をするの で今度は、大分類、大分類、ここも短いテキスト型でいいでしょう。はい、中分類、はい、ここも短いテキスト型でいいでしょう。で、小分類、違う、小分類、ここも短いテキスト型でいいでしょう。で、内容、はい、内容に関してはこれは長いテキスト型を選びましょう。ね、すごいね、長い、周知が出てくるかもしれないので、ここは長いテキスト型にしましょう。周知の内容にしてみたらこんな感じですかね。で、気をつけなきゃならないのは、まず数値型からいきます。これこれちょっと上書き保存しないと見えないので、デザインビュー、失礼しました、データシートビューです。この数字って何もしないとこれ0が入っちゃうので、僕は0入るの嫌なので0は消します。はい、とあとこれ社員 ID なんで小数点になることはないんですけど、例えばパーセンテージを出したい場合とかっていうのは、パーセンテージを出したい場合とか、なんかよくね、僕競馬でオッズを計算するときがあるんですけど、小数点が出てくるときにはこれは私の長年の勘なんですけど、倍精度小数、倍精度不動小数点型っていうので書式は固定にします。で、小数点を表したいものは小数点以下第2位までというふうにしていますので、まあなんかね、パーセンテージや割り切れないものを出すときは倍精度不動小数点型っていうのを選んでもいいのかなというふうにしますので、まあ、これはちょっと皆さんの、自由な考え方でいいと思います。はい、で、ですね、あともう一個言っておきたいのが、よくこれもエクセルが好きな方、ここに予備とかってよく入れる人が いるんですよ。要は、今この状態では何が増えるかわからないので予備っていうふうに入れる、これもやめましょう。なんでかっていうと、アクセスはですね、それほど頭が良くないので、 まあすごい賢いんですけどね、この予備っていうものもデータベースの一部だというふうにして認識してしまうので、後々苦労するので、こういう予備とかっていうのもやめましょう。あとこれもよくエクセルの好きな方にあるんですが、こう四角みたいなね、こうやってなんかこう目印をつける、これもやめましょう。無駄なものは一切省きます。あと例えば連絡先1、こういうのもやめた方がいいです。こうね、フィールドに1とかっていうふうにこう生で打つんじゃなくて、どっちみち振るんだったら、ここは、私の経験上ですが、これアンダーバーを入れた方がいいです。はい、でここ数字を使うぐらいだったら携帯とか家電とかっていうふうにした方がいいですね。であと例えばこういうのも良くないです。こういうのも良くないです。なんかこういうのは丸三とかっていうのもね、やめましょう。はい、はい、するんだったらアンダーバー3の方が全然スムーズかなというふうに思います。であともう一個なんですけど、
皆さんここの ところにですね、メッセージ要求と空白の文字許可っていうのがあります。例えば連絡先1、まあ、これ周知の掲示板なんで、まあ、ちょっとここはいいですか、これは削除しましょうか。例えば、とりあえず大分類は絶対に入れたいとかっていう場合っていうのは、あのメッセ、値要求っていうのは今ここデフォルト EA になってるんですけど、ここはいに変えること、そして空白の文字の許可 EA っていう風になると、このテーブルは、大分類が入っていないと絶対に保存させてくれません。主キーと同じような扱いになるっていうことですね。なので何か言ってもね、あの入力漏れをする人にはすごいいいんですけど、このテーブル自体に入力規制がかかってしまうので、不便っちゃ不便になりますので、ここはあの皆さんがあの考えてやっていただければいいと思います。この値はもう絶対外せないっていう場合には、ここで入力規制をつけることができますので、僕が一番初めに、データベースっていうかシステムを作って困ったのが、入れろって言ったところに入っていないこと、これもデータベースの致命的な欠点になってくるので、これはですね、絶対につけておいた方がいいですが、慣れていくうちにこれは不便だなっていうことで VBA で入力規制をつけることを覚えたので、まあ、最初ね、あのコード書くのがちょっと面倒だなとかっていう場合にはここを入れた方がいいと思います。はい、これで入力するフィールドが決まりましたので、裏書き保存で閉じますと。はい、はい、できました。でここから入れていくんですね。でこの MT は何回も言うようですけど、神棚的な存在です。私無神論者ですけれども、本当にあの神様仏様と同じようなものなので、こうやって並べ替えとかね、テーブルでこう直にこうやっていくことだけは絶対にやめましょう。もしかしてそこの大事なデータが値が空になったりとかっていう風になると、後で取り返しがつかなくなるので、これはやめましょう。これが、テーブルを作る時の大まかな注意点になります。細い分に関してはまたちょっと後でやっていきたいと思いますので、今日はパソコンの画面はここまでにします。これがテーブルを作る時の注意点になってきます。はい、アクセスをですねやり始めた時っていうのは、入力フォームがクエリーがレポートがなんていう風にね、かっこいい処理を作ってイベントをやって、みんなにあすげえだなんて思ってもらおうっていう気持ちはよくわかるんですけど、僕も最初わからなかった時にですね、あのヤフーの知恵袋とかで質問した時に、よくその先輩方から、言ってることはわかるんだけどって、そんな難しいコードを書くよりもテーブルの設計をちゃんとした方がいいんじゃないんですかっていうご指摘を 2,3 回受けております。で、まあデータベースチックに作んなきゃダメよっていう風にして、データベースチックって何なんだろう、僕はデータベースを作ってるのにっていう風によく思ったんですけど、今になってわかります。あの時先輩が言ったことっていうのはこういうことなんだなっていうことがね。なので皆さんもあのまず、システムを作る、何でもいいです。アクセスでね、こう検索フォームでも在庫管理表でもいいですけど、それは自分一人の頭で考えるんじゃなくて、まあ、皆さんがもちろんトップだったらそれは構わないんですけど、まあ上席に相談して、でゆくゆくどういったことが起こり得るんだろう、そのためにはどういうフィールドを用意しておいてどういうことをやるんだろうって、ちゃんと設計図を書いた方がいいです。設計図ですね。はい、それがあればもうクエリもアクセスの入力フォームもレポートもあのゆくゆく応用が効いていきますので、あのちゃんと作った方がいいです。はい、まあ、別に適当に作ってると思わないんですけど、あの後々苦労するのは自分なので、ちゃんとみんなで打ち合わせをしてやった方がいいっていうことですね。でテーブルというのはもう一回言いますよ、神棚的な存在なので、テーブルでガチャ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 いじっちゃいけないっていうことを今日は覚えてください。はい、では今日はちょっとこの辺で失礼をしたいというふうに思います。こういうご意見質問等ございましたらどしどし書き込んでください。分かる範囲でお答えしていきたいというふうに思います。はい、ではこの続き、最強の検索訪問ができるまで丸さんは来週の火曜日にまた続きをしたいと思いますので、ぜひご期待をください。はい、今日はではこの辺で失礼します。さよなら。